自分にとってのツインレイってどんな男性なの？ツインレイが本物なら出会ったらすぐにわかるのかな？運命とも言えるツインレイ男性に出会いたいと思っても、出会った時にどんな感覚になるのか知らなければ見逃してしまうかも。そこでツインレイ男性に出会うとどんな感情になるのかを解説していきます。ツインレイ男性に出会った時の感覚的な確認方法が分かれば、その男性が本物のツインレイなのか偽物なのか見抜けるでしょう。1、恋人だったような感覚になる。ツインレイ男性と出会った瞬間、以前の生命で共有した魂の結びつきから生まれる特別な感覚が私たちを包みます。この感覚はまるで彼を長い間知っていたかのようで、かつての恋人のような深い親密さを感じます。初対面であるにもかかわらず、この男性には過去に何度も出会ったことがあると確信することがあり、出会った瞬間から共感が高まり、まるで長い付き合いをした恋人のような強い親近感を感じることがあります。このような難解な感情やつながりは、ツインレイの存在を確認する有効な方法の一つと言えるでしょう。2、会いたいと思う。ツインレイ男性との関係は離れることを嫌うほどに強固な結びつきを特徴としています。例えば別れた後に非常に寂しさを感じ、ずっと一緒にいたいという絶望が心に湧き上がります。他の予定をキャンセルしてでも彼に再び会いたいと思うことがあり、できるなら毎日でも彼に会いたくなるでしょう。これはツインレイの特有の結びつきによるもので、再び出会うことへの欲望が非常に強いことを示しています。3、他の人には抱かなかった強い嫉妬心を抱く。ツインレイ男性との特徴の一つは、他の人には抱かなかったような強い嫉妬心を抱くことです。彼らは相手に対してこの人を手放したくないという強い執着心を持っており、他の女性に奪われることを恐れています。これによりこれまで嫉妬深いタイプではなかった女性でも、ツインレイ男性との関係では理性が効かないほど嫉妬深くなることがあります。例えば彼が他の女性とさりげなく話しているだけで嫉妬心を感じたり、彼の過去の恋愛関係に過度に気にかけたりすることがあります。他の男性との関係では経験しなかったような強い嫉妬心を感じる場合、ツインレイの存在が高い可能性があります。4、直感的に好きかもと感じる感覚。ツインレイ同士は魂の片割れとされ、お互いに理屈では説明できないほど強い恋愛感情を抱きます。彼らは以前は誰かと恋愛をしようと思ったことがないのに、急に相手に対して好意を抱くことがあります。出会ったばかりでありながらお互いに惹かれ合い、関係が急速に恋人関係に進展することがあります。出会った瞬間から一目惚れすることもあります。直感的に相手を好きだと感じる場合、それはツインレイの可能性が高い兆候かもしれません。5、ずっと一緒にいても飽きないし安心感がある。長い交際を続けると時折話すことがないなとか、飽きてしまったなというマンネリ感を感じることがあります。しかしツインレイ男性とツインレイ女性の関係にはそうしたマンネリ感が無縁で、飽きを感じることはありません。具体的な例を挙げてみましょう。ツインレイ同士は何も予定をせずに家にいてもお互いの存在だけで楽しいひとときを過ごすことができます。その空間にいるだけで心地よい安心感と満足感を感じます。またツインレイ同士は会えない時でも何時間も電話で話すことができます。お互いに無限の話題があり、飽きることなく終わらない会話を楽しむことができます。このような関係では飽きやマンネリ感を感じる余地がありません。そしてツインレイ同士はお互いにとっての安らぎの場所であり、一緒にいることが飽きることはありません。お互いの存在が互いにとって心の拠り所であり、安心感を持ち続けることができます。これにより関係は長く続けられるのです。パッと見ただけでツインレイ男性と見分ける方法ある？自分のツインレイ男性を見分けるのは外見だけで簡単にはできないことが一般的です。ツインレイ関係は魂の深い結びつきに基づいており、外見や外部の特徴だけでは判断できません。
ツインレイを見つけるためには、心と魂の深いつながりを感じることが重要です。自分と雰囲気が似ている男性に強く惹かれているけれど、ツインレイ男性の可能性はある？自分と雰囲気が似ている男性に惹かれることはありますが、それだけでツインレイの可能性を判断するのは難しいです。ツインレイ関係は魂のつながりに基づいており、外見や性格の類似性だけでなく、深い精神的な共鳴や特別な感情を共有します。ツインレイを見つけるためには、直感や感情的なつながりを重視し、心の声に従うことが大切です。外見的な特徴よりも、心の共感がツインレイ関係を特徴づけています。1. 特別な大衆を感じる。ツインレイの男性は、魂がもともと一つで結びついているため、身体的な特徴に共通点が見られることがあります。これは髪の色、体格、ほくろの位置などの一般的な特徴に現れるだけでなく、体臭にも現れることがあります。ツインレイ男性の体臭は、通常の好ましい匂いとは異なり、耳の後ろの匂いを嗅いだ時に心地よく感じたり、ほっと安心するような感覚をもたらします。例えば、脇の匂いですら、通常のように不快に感じないことがあり、体から発する匂いが、なんとなく似ている気がするかもしれません。普通の男女にとっては、受け入れがたい部分でも、ツインレイが本物であれば心地よく感じられるのです。2. タイプではない男性に惹かれる。ツインレイ男性は、魂のレベルで引き寄せられているため、通常は恋愛対象とは考えないような男性に強く惹かれることがあります。例えば、毛深い男性など、通常は生理的に受け入れないタイプの男性でも、ツインレイ男性との関係では、好意を抱くことがあります。また、年齢に関しても、通常は年上の相手と交際することが多い場合に、年下の男性に強く惹かれることがあります。さらに、自分が不倫を否定的に考えているにもかかわらず、既婚男性に惹かれることもあるでしょう。これらの状況が当てはまる場合、相手がツインレイ男性である可能性が高いかもしれません。3. 顔が似ている。ツインレイ男性とは、魂の深い結びつきを共有しているため、外見においても、自分の顔と似たところが見られることがあります。これは心理学の類似性の法則とも関連しており、ツインレイ同士は自分自身と顔の特徴や印象に類似性を感じることが多いのです。例えば、他人からもしかしてあなたは？などと尋ねられることがあるかもしれません。また、笑顔や日常の表情が自分に似ていると感じることもあります。顔のパーツや表情が自分の顔に似ている場合、相手がツインレイ男性の可能性が高いでしょう。4. 手の形がそっくり。手は、スピリチュアルなエネルギーオーラが発散する場所として知られており、ツインレイ同士は同じ魂を共有しているため、体の中で特にスピリチュアルな手に類似点が見られることがあります。指の長さや形、手全体のバランスが似ていたり、爪の形が似ていることがあります。このような外見的な類似性は、魂が同じであることから生じる不思議な現象であり、ツインレイ関係を証明する要因として考えられます。手が似ていることは、ツインレイの結びつきを感じる手がかりの一つとなります。ツインレイ男性には、特徴的な行動パターンってあるのかな？偶然出会うことの多い彼だけど、もしかして本物のツインレイ？それとも偽物？自分が興味を持つ男性が本当にツインレイなのか、それとも偽のものなのかを確かめるために、男性の行動パターンをチェックすることは一つの方法です。ここでは、ツインレイ男性に見られる特徴的な行動に焦点を当て、あなたが気になる男性に当てはまるかどうかを確認してみましょう。1. 行動パターンが同じ。ツインレイ同士は、魂の深い結びつきによって同じ行動パターンを共有することがあります。日常生活の中で気づかぬうちに同じ時間帯に同じことをしていたり似たような行動パターンをとっていたりすることがあります。例えば起床時間や就寝時間、食事の時間などの生活リズムが一致していることがあります。また帰宅する際に通る道や
些細な日常の習慣が似ていることもあります。生活リズムや日常の行動パターンが類似している場合、相手がツインレイ男性である可能性が高いでしょう。2. 同じタイミングで会いたいと感じる。ツインレイ同士の恋愛関係では、魂のレベルでお互いに強く惹かれ合っているため、会いたいと思うタイミングが同じになることがよくあります。通常の恋愛関係では一方からの誘いが多いことが一般的ですが、ツインレイ同士ではお互いに同じ時期に会いたいと感じることがよくあります。例えば、あなたが週末に会いたいなと考えていた時、まさにそのタイミングで相手から連絡が来たり、同じ瞬間に会いたいと思うことがあります。ツインレイが本物であれば、同じタイミングで会いたいと感じることが多いでしょう。 3. 相手の気持ちを言葉にせずに理解できる。ツインレイ男性とツインレイ女性は魂を分けた相手であるため、相手の気持ちを言葉にせずに感じ取ることができることがあります。相手が何を感じているのかを予測し理解することができるのです。相手が言おうとしていることをあなたが言う前に先読みしてしまうことがあります。相手が悲しい状況や怒りを感じている場合、それを言葉にしなくてもすぐに察知できます。ツインレイが本物であれば、言葉に頼らずに感情を共有できる相手と言えるでしょう。 4. 同時に同じ言葉を発する。一卵性双子は通常強い結びつきを持ち、テレパシー的な能力があると言われています。ツインレイ男性とツインレイ女性も同様の現象が起こりやすく、同時に同じ言葉を発することがよくあります。例えば、同じ瞬間に同じ言葉を発してしまい、お互いに譲り合うことがあります。あのと言って同時に言葉を発し、その後どちらが話すかを決めるような状況が頻繁に起こります。お腹が空いたねや、そろそろ帰ろうかなど、同じ内容の言葉を同時に発することがあります。このような同時の言葉の共鳴はツインレイ同士の結びつきを示すものとされています。 5. 異なる場所で偶然会うことが多い。ツインレイ男性とツインレイ女性は互いに無意識のうちに惹かれ合うため、異なる場所にいても偶然出会うことがよくあります。旅行先など通常の居住地から遠く離れた場所で偶然出会うことがあります。お互いが異なる友人と別々に訪れたバーやレストランで偶然に同じ場所で会うことがあります。こうした偶然の出会いが繰り返し起こる場合、ツインレイ同士である可能性が高いと言えるでしょう。ツインレイ男性の内面や外見などの特徴を詳しく解説しました。前世は一つの魂を共有していたとされるツインレイ。この人がもしかして自分のツインレイと思える相手が本物だったら、今までの恋人とは全く違うレベルで惹かれ共鳴できる関係を結べるはず。本物のツインレイ男性に出会えるように、今回ご紹介したツインレイの特徴や確認方法を参考にしながら、毎日の生活の中でアンテナを広げてくださいね。